おい。頑張って正面に入ってから。変だ、まあ今まで負けたこともないんで、で、まあ、パッとせえへん人間多いからね、どう見ても。でもちょっと強いやつやりたいから、もうそのために来ましたんで、こんなん言うともら、誰一人何も言うてこへんから。あの、体がどんどんめっちゃ怖いでしょ。うん。俺、おい。ベーサー行ったね。ベーサー、バック、バック。ベーサー、ほら。変わってこいよ、これ、おい。2階座りましょうか。10代、最後18歳の時に、最後1年間を前々の少年で過ごしてから、もう仕事とか、そういうこっちの方に専念するようになって、一切、まあ、悪いこととか、喧嘩でも、そういうことなくなったんですけど、地区対抗とかなんで、それで喧嘩とかやったら、全然やるんじゃないかとかして、さっきちょっと喧嘩おられて、僕今21なんですけど。このおっさん結構腹立つんで、ちょっとあっち行って始まっていったらいいです。よろしくお願いします。あとは、ここはなんか俺も見たいですね。なんかこう、なんか若い人をおっさんと、はい、いやいや、おっさんとか、いや、そういう意味じゃないですけど、はい、なんか本当になんか見てて面白いな。喧嘩とか、まあ要はしてきたけど、まあ、ほんまにどっちができる人もが演奏してるんですね、試合に。じゃあ今パーティー見て誰かとやりたいみたいなないですか？やりましょうか。誰でもいいです。わかんないし。お前どっちがしたいんやったら。で、やりたいと。はい。ああ。まあ、じゃあとりあえず。はい。お願いします。上に来ちゃう。はい、この。ここだ。ごめんなさい。一回。あ。おっさんパワー見せつけて誰に喧嘩打ったか分からせますわ。絶対勝ちます。1分でダウンさせます。良いです。バシバシに行きます。どつき合います。あ、頑張ります。みんな、まあ、勝った選手みんな良かったけど、まあ、会議とかうまかったし、うん、でもまあどつき合いして KO 勝ちしてるこの2人みたいから、確かに俺は正直この勝った方を選びたい。どこでも決定で決定、はい、18歳の時に捕まって少年に入ってからそういう不良の行いはせんとこをやってないです。であの頃の勢いとかっていうのを喧嘩とかってやっぱり思い出せたりするし、そういうのにちょっとワクワクしたからみたいなってなって出ました。独立して今一つ会社をやってるんですけど、ここで一緒に仕事してる仲間が地元のメンバーであったりとか、まあ、そういう支えてくれてるメンバーっていうのが実際にいるんで、まあ、有名になることによって今やってる会社も
頑張っていけたらいいし、その地元を上げるっていうところも恩返しできたらなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。